力道さんエッチな本とか見ないの？エッチな本見たことない。ええエッチな本とかなくない？エッチな動画とかそういうの見たことないの？エッチな動画はあるかもしれんけど。うん。カモって何？カモって何？カモとかなんかそういうの。力道さん最近あるかもしれない。緑ピン効果。そんなとこ行くの？たまには。たまには。だったらスタルバ行かね？いや、力さん一人で。いや、いいか。降りました、もう。俺もタワーみたいなあれとか。俺もスタルバ行ってくるわ。じゃあな。やった！仲間だ。な、竜。ああ、死んだわ。スタルバのがいっぱいあっからよ。そうだよ。ここ今すぐもパラシュート開いても。リキちゃん見たことないんだあんまり。そのエッチな話は俺はしないって言った。いや、わかん、俺エッチな話はしないって言った。動画作品を見たエッチな何作品ぐらい見たの？最後何作品見たの？何でも答えたくない。何作品答えたくないほど見たの？なんで？まあ逆に俺たちはそう捉えちゃうよね。いや、俺は答えないと言った。もう意見を行使すんのか。そうだ。状況証拠ってのあるからな。大体黙秘する人って絶対なんか黙秘すれば無罪で逃げられると思うな。本当にそうかな。そうだよ。言えばいいんだよ。いや、いいんだよ。人じゃもうそうやって隠してるの最初だけ。もう。後になるとも隠さなくなるの。やだ。いや、俺まだ19だからね。いや、リキさん19ってだいぶ大人です。一応もうあと1歳で犯罪したら名前乗ります。そうなの？名前もある。もう乗る。18へ乗る。確かに。乗る。じゃあもっと名前乗るってこと？名前と顔写真の晒されます。晒されないの？逆に晒されない。少年法に守られる。19だったら大丈夫なのか。いや、20からだね。20からか。少年法で守られるよ、リキちゃん。まだだからあと1年だったら犯罪を犯したら名前乗っちゃう。 GG じゃん、力道 GG。 そういうのも引き下げられてる的なノリかと思ってた。なんでリュウさんそんなこと知ってんの？リュウさん詳しいから。それ。いや、俺は詳しいから。君と捕まったことあんの？ないから。俺そういうの詳しいから。危ない。匂いがする。リトちゃん、その彼女を作りたいみたいなのあるの？それ別にエッチな話じゃないじゃん。いや、ってめんどくさいじゃん。なんかよく言うな、それめんどくさいからいいや、みたいな。めんどくさいの？どうめんどくさいの？そういうのは配信ではちょっと言えない。ヘイトが高くなる。なんでめんどくさいの？やるで。いちいち、なんか、じゃあ俺がめんどくさいの話、いちいちじゃあ連絡返さなきゃいけないのがめんどくさいとか。なんでそれにうん、はい、言わないといけないの？無理。いやでも、冷凍買ってしまうので俺本当に。じゃあ力道ちゃんどういうことが好きなのかなって。じゃあ好きなこと、彼女ができたらしたいことトーク。やだやだ。イエーイ。なんで？やだ、イエーイじゃないです。なんで？皆さん、そういうことをやんないと実況者向いてないっす。実況者向いてない。いや、まあされた。やだ。そっか。いいじゃん、力道ちゃん。もうちょっと力道ちゃんのことみんな知ってもらおう。なんで自己紹介だと思って。じゃあ彼女ができたらしたいこと、俺はそうだな。俺ペイズリー。やだ。俺ペイズリー。何？そういうのはないでしょ。したいことって普通にご飯食べたりとか喋りたいとか。ああ、そうね。なるほどね。はい。リュウさんは？リュウのも興味あるけど。いや、俺はもう二次元にしか興味ないですね。じゃあ二次元の世界に行って彼女ができたらどうすんの？あ、そう、何がしたいか。ああ、僕はね、あれですね、カフェ行きたいですね。嘘だろ。カフェ好きだよね、なんかカフェ行くことにこだわりも。急なおしゃれ思考みたいな。メルヘン。頭の中メルヘンチック。おしゃれにカフェでコーヒーとか、なんかケーキ食いてんだ。そう。おしゃれだな。そうだよ。で、リキさんは俺そんなの考えたことないんだけど。じゃあ今考えてみたら。ああ
え、そんなことなく、え、別に何もなくない。え、な、え、やりたいことがあるじゃん。ないよ、ない。いや、本当にない。本当にない。と思う。え、じゃ例えば今、彼女がいますって言ったらどうするの？もう何もしないの？別に何もしないし。喋りもしないし。何もしないし。かわいそう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 すぎる。泣いちゃう。な、何もしなくない？別に。え？え、だって、付き合ってたらだってご飯行くでしょ、一緒に。喋、うん、るでしょ。映画見に行くんじゃね？リキちゃんはそういうのもしないの？もう映画を見に行ってあげないみたいな。もう俺、リキと一緒やっていけないわ。え、な、な、な、付き合うみたいな話になってああ、そうそうそう。いい、いい。な、おかしくない？いや、だって喋りもしないし、ご飯も食わないし、もう何してんの？いや、喋りはするでしょ、もちろん。喋るけどさ、喋ることはあるんだ。もう何をするかって言われるとさ、なくない？正直。え、何？一緒にただご飯食べて、みたいなだけで終わり。なんでただっていう言葉つくの？全部、ちょっと。で、ただって別にただ普通にっていう言葉じゃない。普通にってことだ。あ、そう、あ、そう。ただ一緒にご飯食べてる人。なんでただ一緒にご飯を食べてるだけの人。なんでだけまでついてくるの？嫌だなぁ。でもなんで別にじゃあご飯以外なんかあんの？いや、あれじゃない？どんな人が好きから行かないとダメじゃない？ああ、なるほどね。どんな人が好き？ああ、そうだね。それはあるよね。うん、それはあるでしょ、好み。それはある。じゃあ順番で答えるか。うん、エグザムは？いや、俺はだからもう前から言ってるけど髪の短い人が好きってこと。で、身長は別にそんなに高くても低くてもいい。ユーニャンは？俺は別になんかそういう、なんかなんていうのかな、女性に対するプロポーションというか、胸とかさ、ケツとかさ、わかるかな？難しい言葉使ってる。難しい。なんでそんな言葉出てくるの？わかるかな？なんかね、そういうボディとかさ、そう肉体関係とかじゃなくて、そういうの全く気にせずに、俺とりあえず顔が良ければ別にそれでいい感じ。あー、なるほど、ね。実は俺もそうだわ。あ、乗ってきたな。え、じゃあなんかこだわりあるでしょ？ちょっと。いや、俺も言うて髪の短い人が好き。え、髪の短い人が好きなの？え、じゃあそうそう、それ言えばよ。なに？なに？なになに？なんかもうちょっと期待してたな。可愛い子がショートしてたら本当に可愛い。どうだ？なんかこれ批判生みそうだな。どうだぞ。批判生みそうな気がする。可愛い子がショートしてたら可愛いって意味不明だ。意味不明かつなんか男の身勝手さがよくわかるなんか発言だった気がする。多分髪短くてちょっと多分うなじが見えると好きなんだろうな、多分雰囲気的に。あ、それが好きなのかもしれない。うなじはどうでもいいな。どうでもいいわ俺そんなの。どうでもいいだろ。リキト体のパーツどこが好きなの？な、何、何すかそれ。体の、いや例えばもうなんだろう。そうそう、手が好きとか、腕とか、胸が好きとか、お尻が好きとか。リキトは？え？なんで黙るんだよ。別に何か。なんで黙るの？好きな部位ないの？ない。ないの？そんなその部位とかさ、俺考えたことないわ正直。考えたことありません。ピュアボーイすぎて。なんかなんかこうグッとくるとかさ。ここがなんかないの？性癖もないの？性癖もないの？なんでそんなの聞く？俺そんなの。オラムラムラスゾーって。オラムラスだからそれ、オラゴなんだよな、それも。ないです。性癖ないの？ない。マジ？ない。本当にないんで。性癖ないんだ。え、ないの？割とね。なんで？なんでそんなことを聞くの？いやいや、ないって、だって単純に特殊だよね。そうそうそう、なくない？こんなケツ、そう、ケツが好きとかいるからね、マジで。ケツ、え、リュウニャケツ好きなの？いや、俺嫌いだよ。ケツ、ほらね、ケツ嫌いなくせにケツ、ケツって言ってるの？いや、ゴロがいいから俺は使ってるよ。てかはね、多分俺性癖は絶対言えないかもしれない。え、そんな変わってんの？くんに繋がる。いや、くんとね、この会話で、繋がる？だからね、くんと、おいきなり下げられてる、いきなりくん下げられてるんだけどな。くんはやべえやつみたいな。この界隈でね、一番性癖やべえの、俺とくんだと思うんだよね。え、だから俺もなんか巻き添えだ。嘘だろ。割とくんもね、やばい方だと思う。くんやばい、やばいと言わせる。聞いたことあるんだよ。それを多分俺、上回るほどやばいと思う。だろ。嘘だろ。いや、マジで。いや、言わないよ、俺も。だから、でも俺よりやばいのって、俺よりやばいのってもうジャンルが違うって感じじゃないの？やっぱジャンル違う。ジャンルが違う。どういうこと？くんに関してはどういうことなの？なんでやばいの？俺は、なんでやばいの？なんでやばいってどういうこと？だって、だからリュウニャがやばいって言ってたじゃん。
いや、どういう意味のヤバさなのか、まあ、もうなんか全くもって受け入れられないヤバさなのかな。はい、多分人としてありえないぐらいじゃない。それグロ系じゃない？それ。いや、それはありえない。それはそれグロ系でしょ、絶対。それは絶対ない。おしっこ飲みたいみたいな。いや、それそこは汚くない、ね。いや、なんかあれでしょ、ちょっともう犯罪系のやつじゃないの、その理念が好きなの。いや、マジ、言わん。いや、言わん。いや、エキサムちょっと乗せ乗せ、車ない、やばい。ちょ、おい、ダチアなんてどこにもねえじゃねえかよ。あ、ダチアじゃねえよ。あの、ウワズって言ったで、ウワズ。ヨナ、ヨナ。ヨナ。あ、ヨナ系、ヨナグロ系？それはない。それやばい。人間としてったらヨナラ。そう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 、ね。あ、それやばい。なんでそれよりは全然優しい方。ね、俺ちょっとグロい、グロい系だよ。だから、あの、グロいのは痛めつけたいとかそういう系。これ痛めつけられたいな。ド M。ド M。え、なんか、俺死にたいって思うもん、なんか。痛めつけられて？うん、俺死にたくなる、たぶん。え、何、女の人にも暴行されても快感になるの？いや、やばくね？このコツが普通に死にたい。なんか死にたくなる、なんか。なんで？そのまま、そのままなんか死なないかな。え、何、あの、例えば何、もう明日の朝も起きて、あの、寝たらそのまま死なないかなと思うんだ。いや、なんだろう、セックス中に死なねっかな、みたいな。足したら、足したら、やだー。ワンチャン死なないかな、みたいな。え、あれじゃないな、なんか、なんだっけ。女装してる人が好きだよね、留年の場合だと。いや、いいか。これは、まさか、まさか。あ、え、別に男の子とか普通じゃね？俺、大島かおるで抜いたよ。いやー、ないな。いや、いかないな。普通だって普通だよ、多分。いや、それ以外に、まだ、いや、俺、結構、ま、それ以外、それ以外で、それも結構、それもあるけど、まあ、それ以外にも、まあ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 、え、なに、それ、例えばそれ、それは男の子じゃん。男の子が好きってことじゃん、例えば。え、女の人の好きな性域の中でも変わってるやつがあるってこと？え、どういうこと？もうなんか、もうこれさ、R18 配信じゃん。いや、いや、別にいいんじゃん、ラジオ、ラジオ配信じゃん。大丈夫これ。大丈夫、大丈夫。いや、まだ全然ね、OK だよ。も俺もついていけないよ。まあでも、まあ、さ、まあ、今言ったさ、別にそれはいいとして、まあ、他に言えないものはあるよっていう、複数あるよっていう。ああ、ね、性域はそもそも言うもんじゃないだろ。いや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 、いや、男が4人集まったら性域なんて語り合うもんなの。うん。え、別に普通に歩くね、こんなのが好き。嘘でしょ。嘘でしょ。ないよ。ないない。まあ、俺遠く行った時聞かれたけど。修学旅行でさ、夜とか話さない。ない。え、さ、本当に？どういうこと？え、修学旅行の夜とか話さない？普通に。いや、リヒトちゃん加わる加わらないじゃなくて話してたでしょ。話してたか、俺が一方的に言ってたことあったけど。え、一方的に言ってたんじゃん。言ってた。え、じゃあ言うはいいじゃん、別に。推進派じゃん。じゃあ違う、リアルの人と違うでしょ。え、リヒトちゃんじゃあ、あれ絶対言わないかね。リヒトちゃんじゃあ、リアルでは下ネタ超言いまくって、俺だけ好きだ、ハワハハってやつだってこと。え、そういうわけじゃない。むっつりとかじゃん。俺らネットだけむっつりなの。いや、エグザイム、俺らは別に友達じゃねえから。エンジョイやからかな。そうそう。いや、俺ら友達とかじゃなくて、一緒に PBG やってるだけの、ただそれ、PBG やってるだけの人だから、そんな人になって自分のね、プライベートが言うわけないじゃん。言わないよ。そういうことか、俺らまだ浅い付き合いだってことか。浅い付き合いの人間、そんなこと言う必要ないでしょっていう意味の、リヒトちゃんはそういうの言わないでしょっていうのは。浅い付き合いとか言いながらもう4年ぐらい経つけど。なんか逆に申し訳ねえな、なんか振っちゃって。申し訳ない。ごめんね、なんかリヒトちゃん。確かになんか悪いことした。俺は中から攻めるぜ。え、めっちゃ走ってる。なんだ？いたやった、一人やり。いや、これ4人、相手じゃね？フルパ。フルパ対フルパか。車が 4つ走ってた。オッケーオッケー。え、これ、転送だ！え、これ、大丈夫大丈夫、まだ遠い。まだイーストのちょっと遠い、遠め。これ、前取らねえじゃん。上取っとかねえ、上取らねえじゃん。この上取んないと。これで4倍でタコ殴りやろ。いった、ごめん。無理か。え、ちょ、クンさん、もう無理だよ、それ。いや、いいよ、死んでいいよ。あ、リヒトちゃんあれね、前のお金。うん。多分あそこに上手と思ってるから。え、あれ撃っちゃう？え？当たんなくね？相変わらずこの番じゃなのか。いや、何発か、2、3発当てると思う。やば。え、もう顔出さなくていいよ。あ、なんか右下から来てる。あ、やばい、何これ。この火炎瓶ってこんな届くの？
いよ。いや、近い。SE 側。ちょっと右、右の方。右から上がろうとしたら、デューニャンが分かるんじゃね？そう、右は俺が分かる。うん。だから、左だけ正面だけ見てればいいってことでしょ、俺は。そう、右の、その、丘、あの、下り坂あるじゃん、リキト。うん。そこからは、来るわけがないから、リュウニャがいる限り。うん。だ大丈夫、見なくていいまである。あと、相手3人、え？あ、4人か。ダッシュ、今、見たっしょ、くん。あの、俺、ごめん、リキトちゃんの画面見てない。俺、リュウニャの画面とチラチラ変えてるから。俺、残って撃つよ、あれだったら。さっきそっち取っていいよ。え？だいぶ当ててる、一人。ナイス、ナイス。これ、今回復入れてるからね。でもみんな顔出す、顔出すの。出た。これ、顔出せなかったら。あと2人。そうそうそう。エリアス。蘇生いけないと思うから、多分。多分、ね。俺引くよじゃん。そっち寄るよも。いや、リキとこい。よし。やべ。危ない危ない危ない。一人一人後ろ N 側から来るよ。やばいやばい。ナイス。あ、俺が殺した。俺じゃねえのか今の。ナイス。俺今回なんか絞れた話しただけだわ。あれ動画されるのか。え、動画されるの。されるされる。されるの。やなんだけど。いきなり初めての日本サーバーの動画はこれだよ。